パルボウイルス。パルボウイルスは、パルボウイルスかパーボビリディに属する直差1本、グサル DNA ウイルスである。直径20メートルの球状粒子で、カプシドは、正20面体構造を形成し、エンベロープは持たない。パルボウイルスは、自然界に存在するウイルスの中でも最も小さい、部類に入るため、ラテン語で、小さいを意味する、パルバスから命名された。 パルボウイルス化のウイルスの中には、増殖のためにヘルパーウイルスを必要とする、欠損ウイルスである種も存在する。パルボウイルスは特定の種の動物と関連性があり、多くの場合は自身と関連性のある種の動物にしか感染しない。例えば、犬パルボウイルスは犬、狼、狐などには感染するが、猫や人には感染しない。犬科の動物同士の接触により感染する。 1976年以前に感染の報告はなかったが、その後数年間で全世界に爆発的に広がった。その後の調査でイヌパルボウイルスが原因であることが判明したが、ウイルスの種類や構造自体はそれ以前から知られていたネコパルボウイルスと同一で宿主が違うだけである。そのためネコパルボウイルスの突然変異であると考えられているが、証明はされていない。 経口感染と、携帯版感染が知られている。ウイルスを排泄している犬との接触など、粉面や飛物及びそれらのしぶき、粉塵を、蛍光、警備摂取することで感染が成立する。不特定の犬が多数集まる公園やペットショップ、動物病院などに感染力を保持したままウイルスが存在した場合、靴や服、紐に付着し、人間や、 他の動物によって運ばれることもある。そのため屋内飼育で、他の犬との接触がないからといって感染する、可能性を否定することはできない。妊娠中の母犬が感染した場合、胎盤を経由して、胎児も感染しし、流産を引き起こす。この時、母犬の臨床兆候が軽微なため、犬パルボウイルス感染によるものと気づかれないことがある。通常、 2から12日間の潜伏期間の後に発症する。ウイルスは最初、高等リンパ節などで複製され、ウイルス血症を引き起こす。4から6週年以降では、この時、食欲不振、元気消沈、嘔吐などの症状が現れ始める。血流によって全身に行き渡ったウイルスは、新生後期には、心筋細胞、それ以降では、腸因化細胞や骨髄細胞など、 短い周期で分裂を繰り返す組織細胞に対する神話性が高く、それらの細胞で爆発的に複製され、細胞を破壊する。神筋細胞が破壊されれば、神筋炎を起こし心不全により突然死する。このためごく弱霊の場合、神筋型の経過をとって突然死し、イヌパルボウイルス感染症と気づかれないことがある。腸炎型では、 腸インカ細胞が破壊されることで正常な腸粘膜形成ができず、下痢、特徴的な水溶性粘血便、トマトジュース様を呈する。加えて骨髄細胞の破壊が進行することによる白血玉数の激減によって腸内細菌の日和りみ的な感染を防御することができなくなり、排血症に至る。同時に腸粘膜下折りの毛細血管の破綻による 出血などの要因が重なって、リクは弱気され、多臓器不全により停止する。一旦発症すると直接治療する方法はないが、体力や抵抗力に余裕があれば、適切な対症療法を行うことで、発症午後から7日程度で免疫が獲得されるため、自然回復する。ただし、生後にから3ヶ月程度までの弱霊犬では、ストレスの多い環境、消化管内寄生虫 犬コロナウイルスの同時感染などの要因が重なることによる免疫力低下が二次感染引き起こし死に至ることが多い。元気消失や嘔吐、下痢、特徴的な水溶性血便などの臨床兆候と合わせ、糞尿中からウイルス抗原を検出するエライザキットを用いる方法が一般的であるほか、血液検査で白血玉数の減少を確認する。 ことなどによって診断される。犬パルボウイルス感染症と診断されたら、すぐに他の犬から隔離し、適切な対象療法を開始する。犬パルボウイルス感染症の治療には、現在のところ特効薬がなく、指示療法か対象療法のみである。犬自身の免疫力を保つ手助けをする効果を期待し、猫インターフェロン製剤の投与が行われることが多い。また、 嘔吐や下痢により失われた体内の水分や電解質を補給する点滴治療や腸内細菌による二次感染を抑制するための抗生物質値が行われる。体内に侵入したウイルスを完全に排除することはできないため、これらの治療を行っても生存は保障できない。発症した犬が生き残るかどうかは早期の診断と犬の体力や免疫力にかかっている。 非常に感染力が強く、環境耐性も強い。酸やアルカリ、各種溶剤及び、摂取50度までの熱に耐性があり、環境中で6ヶ月2年は感染性を維持すると言われている。高濃度のジア塩素酸ナトリウムや、ホルムアルデヒドなどを使わなければ、不活化できない。家庭で入手可能なものとしては、二酸化塩素消毒剤、塩素系漂白剤、 ブリーチの長時間観察などが利用できる。犬パルボウイルスに対する十分な免疫を持った母犬から生まれた子犬であれば、おおよそ生後6週年までは、母犬から得た移行抗体によって感染防御能を保持しているが、適切な移行抗体の獲得ができなかった子犬の場合や移行抗体の消失後は、継続的にワクチンを接種しなければ免疫ができない。 対策としてはまず犬を健康に保つこととワクチンを接種することが重要である。猫半白血球減少症を引き起こす。実際には猫パルボウイルスとは言わず猫半白血球減少症ウイルスと呼称される。別名猫ジステンパーとして知られる感染症の原因となるウイルスで1930年前後からその存在が報告されていた。 ウイルスの性質はほぼ犬パルボウイルスと同一である。また、感染経路、症状や治療方法も犬パルボウイルスと同様である。犬パルボウイルスと同様、平時の健康管理とワクチン接種が重要であるが、猫の場合は飼い主が多頭飼いをしているケースが多いため、一匹が感染すると全ての猫に感染する可能性がめて高いので注意が必要である。 猫のワクチンについては現在では猫伝染性、ビキ肝炎、猫カリシウイルス感染症、猫半白血球減少症の3種混合ワクチンが主流であるが、ワクチンの種類によっては副反応をもたらすものあり、接種にあたっては獣医師と相談の上で答えにあった予防方法を選択することが重要である。パルボウイルス B19 は別名ヒトパルボウイルスと呼ばれる。 人間にのみ感染するパルボウイルスである。ただし、骨髄中の赤血球線区細胞に侵入する能力があることから、パルボウイルスかパーボビリデイのパルボウイルス属、パルボウイルスではなく、エリスロウイルス属エリスロバイラスに分類されている。1974年に、シドニー大学のイボン・コサート教授によって発見された発表は、翌1975年の1月、 B19 番というラベルのついた血清の培養皿から発見されたのでこのように命名された。1983年に初めて、いわゆる第5病、伝染性後半、リンゴ病と呼ばれる疾患の原因ウイルスとして知られるようになり、現在では慢性骨髄不全や胎児死産、胎児水種など様々な疾患の原因として知られている。遺伝性球赤血球症は、 パルボウイルス B19 に感染すると貧血が急速に悪化する。飛沫感染と母子感染の二つの経路がある。また、最近では血小分割製剤中に検出されたという報告もあり、血小分割製剤の妊婦や免疫不全患者への使用にあたっては感染のリスクに対し十分な注意を払う必要がある。年間を通じて感染するが特に春季に流行する。 日本においてはおよそ5年周期で症例数が増加するという傾向がある。年齢に関かかわらず感染するが、特に6歳から10歳くらいの子供において発症しやすく、集団感染は主に幼稚園や小学校で発生する。感染後、約1週間で発症し、多くの場合は自然に回復する。B19 イグ抗体を持つ人は基本的に免疫を持ち、 感染しても発症しないと考えられているが、稀に発症する例もある。なお、成人の約50%が抗体を持つと言われている。子供と成人では、症状の容態が大きく異なる。通常は7から10日の潜伏期間の後、軽度のウイルス血症を発症し、それに伴い発熱やおかん、頭痛、倦怠感などの症状が現れる。 発症後一週間くらいすると、子供では両方に、平手打ち状、または、腸浴状の赤い発疹が現れる。また、子外側にも発疹が現れ、成人においては発疹の形状は否定形的である。この発疹は一週間程度で消失するが、長引いたり再発したりすることもある。発疹が現れる頃には、ウイルス感染はほぼ収束しており、ウイルスの排泄もなくなる。 成人の場合、関節炎を発症し、ひどい場合は1から2日間歩行困難になることも、ある。ほとんどの場合、この関節炎は合併症を起こすことなく、自然回復する。軽い症状の成人においては、自覚症状なしに過ぎる。溶血性貧血症患者が感染した場合、重度の貧血発作 A プラスティッククライシスを起こす、ことがある。 また免疫抑制状態の患者においては、ウイルス血症が長引き、重度の貧血症になったり、生命の危険もあるという。妊婦、特に妊娠初期の感染は、胎児水死を引き起こして、胎児を死亡させたり、流産したりする危険がある。ただし、B19 ウイルスに感染した母体から正常に、生まれた、新生児に B19 の感染が隠された例でも、 その後、新生児が正常に発育している例もあり、必ずしも感染により、1000点以上が起こるとは限らない。また、母子感染の時期もはっきりしていない。小動物のパルボウイルスと違い、パルボウイルス B19 に対するワクチンは、現時点では、存在しない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。